はい、皆様こんばんは。8月18日月曜日、199回しゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、午前中からですねちょっと蒸し暑い、そんな感じの一日でした。さて、今日のゲストをご紹介いたしますけれども、長野商工会議所真っ白支部担当で理事であります細川隆夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。細川さんは今回国からですね蘭綬褒章を受章いたしまして、天皇陛下からですね、拝謁されてこられたということで、表彰されたその額ちょっと見ていただくとあれなんですけども、こういったものをいただいてきたということで、今までのですねそのどういうふうにどうして表彰されたのかというような形経過をお話し、聞きながらですね、進めていただきたいなというふうに思いますのでよろしくお願いします。叙勲だとか褒章制度についてということでちょっと確認をしていただければいいかなと思いますね。叙勲それと文化勲章それから褒章という形でありましてですね、でこの中にずっと降りてきていただくと蘭綬褒章っていう。で細川さんがやられたのはここでいいですね。はい。農商工業の発達に対してっていう形ですね。勤勉にし、これなんだろうから労工なるものに譲されるみたいな形のこれに値するという形ですね。はい、そうですね。はい。いずれにしても、こういったものをいただくっていうのは。めったにないことなんでね。そうですね、私もびっくりしました、はい、そうですか。はい。これ受賞の関係ですけども、これどういったあれで受賞されたのかっていうのはちょっと説明をお願いできます。はい、ですね、ですね、はい、昭和54年にですね、はい、長野市の方からですね、はい、常任統計調査員という職を委嘱されました。国のですねいろんな施策をやるにあたって、はい、いろんな調査がありまして、はいはい、例えば一般的に皆さん方がよく存じるのは5年に一度やる国勢調査ですね。ありますね。そういうとか商業の関係の商業統計調査とかですね、はい、農業の関係の農林業政策とか、それで今回私が対象になりました、製造業工業関係の工業統計調査という、はい、いろんな調査をですね、はい、やるようにということで市の方から委嘱されて、はい、ずっと現在までは来ているわけです。あ、なるほど。はい、36年間という長いですね。はいはい、で実際に統計関係で受賞されたっていうのも、はい、平成5年から8年とかね、15年、19年、23年、はいはい、25年、はい、で今回の26年という形で、はいはい、これがね、蘭綬褒章というのを受けていただいて、はい、これだけのあれっていうのはすごいですね。長くやってたからこんなような形で表彰されたんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい、でもこれだけやるっていうのは並大抵じゃないですよね。やっぱり普通に仕事をしながら別っていうことですよね。そうですね。仕事とはね、別に特別にこういう調査員ということでね。ということで。そうですね。やってますね。はい。なるほどね。これ今回その蘭綬褒章を受賞の連絡っていうのは、はい、いつ頃なんですか？実はね昨年11月頃ですかね。うん、長野市の担当のね、うん、企画課の方から。はい、連絡がありまして、長年こういう調査員をやっていただいている中でね、国の叙勲褒章のですね、一応対象になるというふうに言われましてね、先ほど叙勲勲章のことをですね、はい、話がありましたが、春と秋にね、国から発表されるわけですね。はいはい、その時ですから来春の、のに、間に合うように、申請したいというようなことがございまして、私もそんな、
こんな形でいただくようなね、はい、立場じゃないんで、まあ、遠慮を申し上げたんですが、はいはい、まあ、市の方から、まあ、どうしても申請していただいて、はい、まあ、申請したからって通るもんでもないからということなんで、私もなんかじゃ あ、 一応そんな形であるんだったら、はい、まあ、申請してみてくださいというような形で、はい、お願いしたわけです。あ、そうなんですか。そんなことで、はい、まあ、年が明けて、うん、26年ですかね、うん、の3月頃、うん、一応ある国の方の内事があったということが連絡がありまして、私も実は、まあ、びっくりしたんですがね、はい、まあ、それからまあ4月に入って閣議決定があるということで、はい、それが終わらないと正式な内事というようなことで、ね、まあ、それも無事通りましたとかね、閣議決定されて、うん、それで、4月の28日ですかね、はいはい、新聞の方に発表されたという、ね、こんなような経過なんですね、はい、でもこれあれですかね、まあ、奥さんにもお話ししたんだと思うけど、はい、報告した時どんなあれで報告したですか。まあ、こういう国のね、うん、今回の法相の、まあ、対象になったということを、まあ、一応お話したんで、うん、これはあなたが、うん、勝手にやったもんだから、うん、まあ、まあ、それは私としてあまり関係ないからというような話ですね。そうです。ちょっとお酒一杯出すとかってありませんでした。それはないです。それなかったからないですけど。でもあれ、これ商工会議所の場合もやっぱり、はい、まあ、なんていうの、松代支部だから、はい、今度は本部の方にも話をしなきゃいけないじゃないですか、はい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 、そういった時ってどうですか、はいはい、連絡っていうのは、まあ、それはね、まだ発表の段階にならない、うん、あ、そういうことか、ことには、まあ、人には喋ってもらえないということになってるんで、あ、なるほど、新聞の発表で、うん、皆さんパッと分かって、あ、それまでは言っちゃいけないと。あ、そうですか、分かります。でこれあれですかね、その発表した後っていうのは、はい、やっぱりそれから報告するですか。まあ、そうですね、報告っていうか、そうですね、もう皆さんそれでもう分かっちゃったので、ね、そうかそうかそうか、それでもう新聞の発表からもメール入ったり電話入ったり、おめでとうおめでとうって本当に、まあ、びっくりしたっていうね、当時の思いですけどね、はい。でもまあいい思い出になりますね、これね。そうですね、うん、だって伝達式っていうのは、はい、まあ、これスケジュールの方ね、はいはいはい、ちょっと借りてきましたけども、はい、こういう形でどういうあれ、まあ、はい、5月の16日っていう形で、はいはい、来てますけども。そうですね、はいはい、私の関係は工業統計での保障ランチ保障だったので、国の管轄で言えば経済産業省なんですね、うん、はいはい、で経済産業省の表彰式というのが5月の16日に、うん、港区の、ね、芝公園の、うんうん、ザ・プリンスパークタワー東京ということで表彰式がありました。私の関係は全国で41名ぐらいだったんですかね。あ、そうですか、はい、そんなことで、まあ、9時半ぐらいから、はい、会場へ案内されまして、10時ぐらいから表彰式、はい、伝達式がありまして、経済産業大臣から直々に、うん、はい、達を受けたわけですけどね。結局それをもらったみたいな、はい、そうですね、はい、はい、はい、でその後は結局これ伝達式は終わって、はい、終わって、皇居に行くって。そうですね、皇居の方へ、まあ、配置っていうことで、うん、昼食を取った後、まあ、バスで皇居に入りまして、はい、なるほど、それは皇居の方はいろんな省庁の関係の表彰式の皆さん方と一緒 に合流したわけですね。それで時間になるまでバスの中で待っていまして、はい、時間になったら、はい、係員の方の指示で皇居へ入りまして、はいはい、皇居の真珠の間というところへ行きまして、はい、天皇陛下にお会いしたということですね、はい、これはどうされるですか、天皇陛下のところへ。はい、言いまして、うん、一応受賞、はい、対面している、対面ですね、そうですね、で受賞者の代表者が、はい、受賞のご挨拶を御礼方々申し上げて、はい、その後天皇陛下さんから、はい、ご挨拶をいただいたということですね。あ、そうですか、はい、
でご挨拶終わった後ずっと天皇陛下がずっと我々の受賞者の前を通りまして、ずっと帰られたというような感じですね。うそういう時は何、はい、あの声かけるとかそういうのはしちゃいけないですか？そこまではしないですね。ただお辞儀をするっていうかね、礼をしてね。テレビでは見るけどね、直に見られるなんて見てないからね。そうですね、よかったですね。でもね、これでもって、まあ、細川さんの略歴みたいな形で、はい、53年の11月に、はい、諸国藩主という形ですね、はい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 、それからもうずっとやってこられて、はい、まあ、統計表彰ですとか、はい、平成5年からってずっと、まあ、商工会議所の関係もあるし、はい、まあ、その他、はい、で今回はこういう、はい、ね、国からもいただいたみたいな形で、はいはい、まあ、結構いろいろといただいてますのでね、はい、でまあ、素晴らしいなと思うんですけど、これみんな飾ってあるんですか、うち中に？一応あのいろいろたくさんいただいてあるんで全て、飾るってわけにいかないんで、はいはいはい、じゃあ今回はあれ、みんなこうやって一つこう置い、はいはい、棚に置いたくみたいな形ですか？そうですね。そうですか。私また天井までこうやって、そこまでやらなかった、そこまで。そうですか、はい、ありました。まあ、これあの写真ね、はい、新聞に発表されたやつでもって、はい、見てるんですけども、はいはい、まあ、やっぱりいいですね。ああ、はい、明るくて、はい、笑いやっぱりあのいいね、いいことは明るくやることが大事かなと思いますね。あ、はいはい、まあ、これも皆さんであれですね、はい、なんか表彰、はい、っていうかあの祝賀会みたいなのあったっていうんで、はい、まあ、ちょっと祝賀会のあれもね、ちょっと写真見せしてもらって、はいはい、これまあ音楽あれ、はい、されてるですけども、はい、これあれですかね、お友達っていう感じですか？そうですね、あの祝賀会話では、はい、あの8月3日の日にね、はい、あのこの近くのホテルで行いまして、はい、たまたまあのこのギターのね、4人の方に、はい、まあ、あの地元の人なんですが、うん、私も直接知らなかったんですが、うん、あのその方を知人を通してね、うん、お願いしたら快く受けていただいたということで、はい、これはどなた？これはですね、発起人の代表の、はい、前商工会議所の会頭代行の、はい、市川浩一郎さんが、うん、あの私の報奨の、はい、まあ、あの紹介をしていただいたという風景ですね、はいはいはい、こちらは？こちらはですね、はい、長野加藤市長の代理ということで、はいはい、樋口副市長さん、はい、ご祝辞をいただいております。あ、そうですか、はい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 、こちらは？こちらはですね、私の大先輩で、うん、真っ白高校の、うん、野球部の OB でありまして、うん、今東京で、うん、まあ、活躍しております、うん、株式会社クイポというカバンを作っているお店の、うん、今会長さんですが、あ、そうですか、はい、うん、あの昔からちょっと恋っていうか、まあ、尊敬してる一人で、うん、まあ、たまたま当日も東京から出てきていただいて、ご挨拶をいただいたというと、ね、今細川さんはあれだね、はい、今野球って真っ白高校で野球やってて、はい、ね、私も覚えられる、はい、お盆野球に結構ね、あの、まあ、そういうの審判なんかやってやってましたね、まあ、あの真っ黒に焼けてさ、そうですね、まあ、まあ、そういうその野球の関係でのね、うんうん、人のつながりっていうのもね、たくさん、まあ、ね、持っております。はい、こちらはあれですか、はい、ちょっと全体的にあるしたりという、そうですね、あの祝賀会のね、お人数でね、見ていただいて、はいはい、まあ、これも皆さんでやっていただいたやつ、はい、これはまあちょっと暗いですけど、ご夫婦で写真撮られましたですね、はい、恥ずかしいんですが、まあ、この時じゃなくちゃできないということですね。いや、今回もね、あの奥さんも一緒にって言われたんだけどね、行、はい、ったんですけども、はい、ちょっと、はい、ご遠慮されちゃったので、はい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 、これもご挨拶してるところですね。そうですね、これはね、あの、うん、最後に皆さん方に本当に今日はありがとうございましたっていうね、うんうん、挨拶を申し上げて、うん、まあ、お開きになったというような写真ですね。なるほどね、はいはいはい、あとはね、はい、こういうね、ちょっとご夫婦でちゃんと撮られてるのがありましたんで、はいはい、これもちょっとお借りしてあれしましたけども、はい、ね、はい、バッチリですね。これはあの東京 の、ね、はい、あの表彰式の会場 で、はい、で専門に、うん、あの撮っていただいたんですよ、はい、でもいい記念になりますね、これね、はい、うん、いや、綺麗に撮れてて本当に良かったと思いますね。あとあれですかね、まあ、あの
まあまあ、長野商工会議所はこれから、まあ、真っ白市長も忙しくはなりますよ。秋祭りっていうね、はい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 、それからエコ柱もありますし、それから NHK の、ね、真田丸もあるし、そうですね、はいはいはい、まあ、群馬の富岡製糸場との世界遺産とかって真っ白も絡んできてるとか、はいはいはいね、いろいろあるので、はいはい、まあどんどん増えてはきているんだけど、はい、まあ、この状態で真っ白の商工会議所っていう、あの細川さんの立場からすればどんな形でお考えなんですかね。はい、真っ白はですね、非常に、まあ、あの歴史と伝統のある町なものですから、はい、歴史を紐解いていくとですね、まあ、その年々にいろんな節目の中でいろんなものが出てくるんですよね、はいはいはい、ただ今回はですね、まあ、あの言ったように、まあ、来年の春には善光寺の、はい、ね、御開帳があって、はいはい、あ、ね、真っ白から栄光橋の騎士というのがあってまして、ね、はいはい、それから、まあ、NHK の、ね、大河ドラマの真田丸がその次にあるとかですね、はいはい、今富岡製糸場の、ね、はい、世界遺産もありますしね、そういうことを考えるとやっぱり真っ白には非常に、まあ、追い風になってると思うんですね。ですからやっぱりこの時期をやっぱり逃がしてしまうと、はい、やっぱり真っ白もやっぱり今までのような感じになっちゃうかなということで、勢いやっぱりこの時期をですね、はい、逃さないように、うん、商工会議所もですね、はい、まあ、ぜひなんとかやっていきたいというような形で、今あの誘客対策のですね、はい、実行委員会というのを、はい、あの7月に作りましてですね、うん、要するに真っ白へお客さんがたくさん来ていただいて、うん、真っ白 の、 あの商工業者の皆さんが、うん、あのたくさん儲けていただいて、うん、税金を納めていただくということで、また町が良くなるというような感じをですね、うん、やっていかなくちゃいけないんで、うん、そういう、まあ、仕掛け作りといいますかね、うん、それを今あのやっていきたいかなと、そんな風に私個人的には思ってますね。あ、そうですか、はい、わかりました、はい、まあ、今日はもう時間になってしまいましたけれども、長野商工会議所真っ白支部担当理事であります、あの細川貴夫さんに、来ていただきまして、いろいろとお話を伺いました、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼しました。来週、はい、来週じゃなくてごめん、あれですね、はい、言うの忘れちゃった、はい、あのね、生放送ですからね、予告で、はい、予告っていうか、あの、ね、はい、こういうイベントまたちょっとやりますのでね、8月の23日土曜日ですけども、はい、やっぱり富岡世界遺産の、ね、富岡製糸場と富岡日記っていうので、そういったあの真っ白学講座を行います。松井歩きセンター伝承館で行いますのでね、はい、ぜひ参加いただきたいのと、はい、それからですね、22日金曜日、今週の22日金曜日ですけども、これ真っ白に、観光客をという形で、外人さんが来ていただくにはどうすればいいかなっていうのでね、これ白馬村にあのやあのいろいろと勉強しに行ってっていうかね、外人さん相手にやってらっしゃるあのこれです、ね、吉澤さんという方来ていただいて、ちょっと勉強させていただきたいなということですね。これも伝承館でやります。それから8月の25日月曜日ですけども、これはちょっとね珍しく、18時30分からあの勉強会っていうかね、これをやるんです。これはあのアジア大学の、あれですね、茂木先生が来ていただいて、やっぱり富岡製糸場の関係を、あのあれですね、講義していただくみたいな、これはあのアジア大学の、ね、学生さんが、ね、やっぱ20人ほど来て、それもやっぱり、ね、授業と一貫でやられるっていうんで、これもちょっと珍しいあれだなっていうので、これもまたあの自由参加でございますので、また参加していただければいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします、はい、それでは来週の予告ですかね。あ、来週の予告、ね、はい、こちらにありますね、はいはい、来週の予告、はい、来週予告はですね、はい、第200回しゃべくり真っ白200回なんだよね、はい、それに合わせていろいろやっていただくんですけども、はい、パーソナリティが日本松さんということで、はい、この顔でございます、この顔でございます、はい、この顔でございます、はい、はいはい、そういう形で、はいはい、やるつもりでね、はい、あの普段出ないもんですからね、もうこのアップいいですよ、もうじゃあちょっとこちらね、明日ね、はい、明日、明日、はい、明日、はい、ですよね、はい、はい、やります、はい、
ここにはない、あの色紙で振り返るね。そうですそうです。一応101回から200回まで、はい、200回まで199回までね、はい、振り返って、そしてまたさらに、300回に向けてとりあえずね、皆さんの抱負と意気込みと、そうですね、というようなことで、はい、これおめでた続きでいいね。いいですね。いいね。はい。投げてまたお楽しみにしていただきたいと思います。よろしくお願いしますけど、操作しなくちゃいけない。ああ、了解です。はい、はい、じゃあ一応そういうことで ね、はい、来週はじゃあ一応200回記念、時間が1時間番組っていう形になりますですね。だいたい14、15名になるかな。そうですね、まあ、ね、15名ぐらい、15名ぐらいになりそうですね。はい、まあそういった人たちで皆さんでやれればいいかなっていうふうに思いますんで、今日ね、ここも今日初めてでね、これ自分で、うん、やりながら ね、ミキサーやりながらね、こう映っているこれまた大変ですね。これしゃべくったり手いじったり頭とこっちとね、両方やんなきゃいけないからね。これこうやったらね、いい絵だね、いい絵だね。あ、いいですね、これ ね、 いいですね、いいじゃないですか、うん、これからこうしますこれあーだけいいね、まあいいってこと言ってますけど、はい、それでは、来週のしゃべくりまちの200回記念、どうぞお楽しみに。お願いします。しゃべくり松代、また見てねー。